無理。しゃべくり松代始まるよ。はい、皆さんこんばんは。今日も一日大変お疲れ様でした。本日は2016年9月26日月曜日、第309回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。私パーソナリティを務めさせていただきます、花には水を、人にはユーモアをがモットーのファンキー伊藤こと伊藤鋼鉄でお送りいたします。本日松代は、お天気がですね、雨が降ったり止んだりということであまり良くないんですけども、全国的にお天気の方も良くないところが多くてですね、水が降り、雨が降りすぎれば水害になったりとかってことがあるんですけども、本当に災害に遭われた方にはお見舞い申し上げたいと思います。本当に秋がだんだんね、なってきまして、秋といえばスポーツの秋、食欲の秋、アンジェラ秋といろんな秋があるんですけども、ちょっとあれですかね、よかったですか。それで、今ちょうど秋になりました。学園祭ということで文化祭とかいろんなイベントがあるんですけども、今日はそんな文化祭を間近に控えた、素敵なお客様お二人をゲストにお迎えしております。それではご紹介したいと思います。長野市立松代中学校生徒会役員のお二方です。まずは私の隣にいらっしゃいますのが久保田副生徒会長さん、その隣のイケメンの方が、樽田副生徒会長さんです。はい、今日は文化祭の準備で大変お忙しいところ、お越しいただきましてありがとうございます。では早速文化祭についてお話の方を、お願いしたいと思います。はい、久保田さんからお願いいたします。今週の金曜日土曜日に第63回狩金文化祭が行われます。松代中の校章は真田家の浦賀門の狩金からデザインされているため、文化祭の名称もこれに由来しています。今年の文化祭テーマはチャレンジ、仲間、地域とともに新しい伝統をです。このテーマは今年度の生徒会スローガンと同じになっています。今年は松代が例年よりもさらに注目されると思うので、テーマの中にも地域を入れ、地域との関わりを大切にしようと考えました。はい、今日は今年は真田丸の放映もありましたし、松代をたくさんの方が訪れていらっしゃいますし、また中学の方もボランティアでご案内ボランティアとかされたりとか、なかなかこう普段の年にないような地域とのつながりがまたあるのかなと思うんですけども、もう今年で63回目ということでもう伝統のある文化祭なんですけども、文化祭の準備がもうかなり、本番に向けて、一生懸命されていると思うんですけども、どんなところが大変だったでしょうか。久保田副会長さんに聞いてみましょう。はい、お願いします。文化祭の準備は生徒会役員が中心になって行うことが多いですが、全校の皆さんも関われるよう工夫を してきました。はい、例えば文化祭のポスターを生徒アンケートにより決定したり、例年作っているウェルカムポスターではなく運動会で行う綱引き用の学級旗を制作してきました。また文化祭に向けて団結力や気持ちを高めていくために各委員会から与えられたノルマのクリアを目指す文化祭キャンペーンを行ってきました。はい、今年もいろいろ工夫されていると思うんですが、ちょっとこの絵をご覧いただきたいと思います。ちょっと文化祭のポスターが応募されたままの24種類ですかね、候補がありまして、そこからこの下のポスターが選ばれたということなんですけども、このポスターを書かれたのはどんな方が書かれたんでしょうか。このポスターは美術部の一人の、はい、ここによって書かれたもので、はい、他の全校生徒の投票によって、はい、ポスターになることに決まりました。これが一番良かったってことを選ばれたですね。絵が色がなかなかいろんな、素晴らしい感じ
感じですね。はい、ではこの24から選ばれた一つということなんですが、この次の写真をご覧ください。こちらはあの準備の様子でしょうかね。はい、あ、これはいろんなのがありますけども、タルタさんから説明してもらっていいですか。はい、これはカリガネフェスティバルといって、全校生徒が楽しめるような企画をのリハーサルをやっている様子です。はい、じゃあこちらの次の写真も、これは、はい、運動会の綱引き用の学級機を、はい、各クラスごとに制作している様子です。あ、綱引きの時に応援 してあれですね、あの大きく振るやつですね。あ、この大きくてすごい素晴らしいですね。これが楽器の数だけあるということなんですね。そうですね。はでは次の写真はどうでしょうか。これも役員によって行われているカリガネフェスティバルのリハーサルの様子です。これは交通安全委員会にちなんで標識のクイズになっています。はい、この面白いお面かぶってる人はあのタルタさんじゃないんですね。僕じゃないです。ないですか。はい、ちょっと楽しそうな感じですね。はい、それであの文化祭の方も生徒の方もね、皆さん頑張ってらっしゃいますけど、それをまたあの統率して、同じ方向に向けていくということで、生徒会の方も大変なご苦労があったかと思うんですけども、そこら辺のところはいかがだったでしょうか。ご苦労されたこととか。一番大変だったところは、毎日6時過ぎまでと準備を重ねてきて、はい、文化祭前にテストもあって、その勉強との両立がとても大変でした。はい、もう田田さん勉強大好きですからね、早く切り上げて帰りたかったと思うんですが、それを押して頑張っていらっしゃったということ で、はい、先ほどの写真にありましたように、さまざまな場所で、準備が進んでいるということなんですけども、2日間にわたる文化祭ですが、地域の方にここはどうしても見てもらいたいなってところがありましたら、あのそれぞれ一つずつ挙げていただけますか、ね、ちょっと難しいかもしれませんけども、はい。私は2日目に行われるカリガネ音楽会をぜひ見ていただきたいと思っています、はい、各クラスや各学年で今まで一生懸命練習を重ねてきたので、その成果を見ていただきたいなと思っています。はい、じゃあ田田さんお願いします。僕は1日目のステージ発表で行われる地域とつながる真っ中生というコーナーをぜひ見ていただければと思っています、はい、この企画は今年初めて行われるもので、はい、松代には今観光客が多く訪れているので、そのお手伝いやボランティアなどを、はい、を紹介する企画です。あ、そうなんですね、はい、本当に例年に増して見どころ満載な感じなんですけども、もう間近に控えた文化祭につきまして2人の意気込みをあの一言ずつお願いしたいんですけども、じゃあ久保田さんからお願いします。はい、この文化祭は私たちにとっては中学校最後の文化祭でもあります。テーマにあるチャレンジを具体化できるように新しい企画も考えてきました。私はステージ発表で地域とつながる真っ中生というコーナーを設け、地域と真っ中生のつながりを紹介したり、学年発表のコーナーを作り、各学年の学習の成果を知り合うことができるような企画を考えました。また今年は地域の小学6年生を招待し、中学校の雰囲気を一足早く味わってほしいと考えています。ああ、小学生が招待されてるの初めてですかね。そうですね、やっぱりこの来年から入るぞっていうなんか雰囲気が先に分かってね、いいですね。文化祭からこう入っていくとその雰囲気もねよく分かりますしね、素晴らしいですね。はい、じゃあタルタさんお願いします。はい、僕たちが2年生で生徒会を引き継いでから、今年はいろいろと新しい企画に取り組んできました。文化祭はそんな今年の生徒会の集大成でもあります。素晴らしい文化祭になるように最後までしっかり準備をしていきたいと思っています。絶対に成功させるので、ぜひ多くの方に中学校へお越しいただきたいと思っています。先輩たちからの伝統を礎にし、
僕たち3年生を中心に作り上げてきた松代中学校の姿をご覧いただければと思っています。はい、今力強く、ね、宣言していただきましたけれども、本当に今日はお二人に紹介していただきましたので、ね、たくさんの方がこの番組を見て、あ、町の中学校の文化祭行ってみたいなと思った方が、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ここで一度スケジュールの方を2日間ありますけども、ね、ご紹介いただきたいと思います。こちらがパンフレットになりますけども、スケジュールはこちらですね。はい、見えますでしょうか。じゃあ1日目からね、ご紹介ください。と1日目はまずとステージ発表1があるので、とその中で先ほどもと説明した通り、と地域とつながる町中生というコーナーを行います。と普段町中生が地域の皆さんとどういう関わりを持っているのかがと詳しくわかると思うので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、と1日目の午後には仮金運動会を行います。と各クラスで団結力がすごく見えると思うので、とぜひお越しいただいてその熱を感じていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ2日目の見どころはどうでしょうか。はい、と2日目もステージ発表があるんですけど、ここでは演劇部と吹奏楽部の皆さんの発表があります。どちらも素晴らしい発表になると思うので、ぜひ来ていただければ嬉しいです。と午後は仮金音楽会があります。仮金音楽会では各クラスで今まで練習してきた歌の成果が出ます。これもぜひ来ていただければと思います。はい、2日目はいろんな発表がまたね、楽しみなところがいっぱいありますけども、先ほどの発表の中で10時から吹奏楽部の発表ということでね、ありましたけども、こちらの久保田さんは吹奏楽部の、一番のあれですね、部長さんでいらっしゃいますね。それで今年SBC の音楽コンクールでも何か入賞されて、これからいろいろなコンクールに出られるということでね、素晴らしいと思うんですけども、ちょっとそこら辺のお話もちょっとしていただいてもいいですか。今回の文化祭が 1,2,3 年生全員で30名いるんですが、30名全員で初めて演奏をするので、今までたくさん練習を重ねてきたので、その成果を見ていただければと思います。それと10月8日の土曜日に真田祭りで演奏をするので、はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。あ、そうですか。場所はあれですかね、お城の後のステージかなんかのとこですかね。はい、はい、そうですか。じゃあその SBC 音楽コンクールに入選した素晴らしい演奏の方はそこに行くとね、聞くことができるということで、ぜひ皆さんお出かけいただきたいなと思います。はい、あと SBC のそのコンクールはなんか丸子町でも行われるそうなんですけども、 そちらも何か行かれる方は行けるというようなことですかね。またじゃあ情報を皆さん町の生徒に聞いていただければ分かると思うんですけどもね、お願いしたいと思います。あと少しですけども、中学校もう3年でね、来年はまた進路でいろんなところにまた皆さん行かれると思うんですけども、この中学校で頑張ってきたことちょっと一言ずつお願いできたと思います。はい、私はやっぱり部活を3年間頑張ってきました。はい、ずっとコンクールで金賞を取りたくて、でも全然取れなくて、それでやっと今年最後コンクールで取れて県大会まで進むことができたので、本当にいい思い出になったと思います。はい、素晴らしい。最後に来て、ね、大きな花が咲いた感じですね。はい、田畑さんはいかがでしょうか。僕も3年間野球を頑張ってきたんですけど、はい、高校に行ったら自分の夢であった高校野球ができるので、はい、ここで頑張れればいいと思っています。あ、そうですか。また野球はメジャーリーグとかまで、ね、行く道がありますので、ね、頑張っていただきたいなと思います。では素晴らしいこの2人の生徒さんにお越しいただきました。この2人の素晴らしい生徒さんをご指導いただいています先生が今日お越しいただいていますので、ちょっと先生にも一言お話を伺えればなと思います。町代中学校の和田先生でございます。
じゃあ先生、先生はもうこちらの町路中学校に来られてからもう 何年も経つなんですね。じゃあ昨年の文化祭と今年のまた両方お分かりだと思うんですけども、今年は特にまた去年とは違うあれですかね。そうですね、ところが、はい、今年は2人が話したように、地域をテーマに据えてますので、はい、ぜひ地域の方にお越しいただければありがたいなと思います。はい、分かりました、ありがとうございます。先生突然振っちゃってすいませんです。え、じゃあ地域の方に来てほしいということをちょっと手をこう振りながらね、文化祭来てねということで終わりにしたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。それじゃあ皆さんに行きましょう。じゃあ文化祭来てね。はい、歌う、歌わないでしょ。そう、の歌う、ね、最後に、ね、歌ってもらえればいいなと思う。宮坂さんも、ま、最後に歌う、ま、マッチューでしょ、ね、俺もマッチュー、そうそうそう、うん、でね、これね、今こういうねそれでも、ね、真っ白の効果ってのあるのよ、はいはい、で真っ白中学校の効果、ね、はい、あるんだよ、はい、こういうのね。でそれでね、歌いたいね、歌いたい、歌えるでしょ。じゃあちょっとみんな、だって皆さんと一緒にね、はい、本当だけは歌えないんだ、緑松白朝明けて信濃の山が鮮やかなり、絆高く真中いに歴史は長き千曲川、ああ母校よ松代中学、人生の違うそれはね、最後の方が、まあ、しゃあないね、もう何十年も前の話だからね、まあそういうことで、いや、あのね、こういう若い方、素晴らしい、で私はね、50年前のことを思い出しましたよ、カリガネ文化祭、素晴らしいなと思ってね、感激しながら聞いてたんですよ。そう、で、三田さんってさ、中学時代あったの？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 そうだよ。はい、じゃあ続いてこれね。はい、わかりました。お知らせ。はい。この中学校もそうなんだけどね、今、子どもの居場所づくりっていうモデル事業ってね、県でやってんの。でね、そのやってる方 NPO 法、はい、NPO センターのね、その方が来ていただいて、うん、伝承館で、はい、一応28日一応やる予定でいます、うん、はい、だからそれで、ま、皆さんね、松代も少しどういうあれになるかなっていうのもね、うん、ま、県の、ね、実際やってきたのを聞かせていただいて、はい、松代でも何かできるかなっていうのをね、うん、ちょっとやれればいいかなっていうふうに思います。はい、まだお知らせいっぱいありますね、うん、はいはいはい、いっぱいありますね。はい、はい、ね、はい、夢空間で、はい、樋口家住宅、堀六平さんと一緒に楽しく歌いましょうっていうのはね、10月の、ね、1日1時半からやりますね。はい、はい、ぜひまた六平さんと一緒に歌っていただければいいかな。で、ね、で続いて、うん、宮坂さんもどう？俺知ってますよ。知ってるね、はい、知らないですよじゃあ続いてマンドリンクラブ演奏会ね、マッスル文化ホールでやりますよって、入場料無料、ね、私行きますよ。10月2日の日、宮坂さんも何かやるんかね。私はね、見に行くんです。見に行くだけ。あ、違う、聞きに行くの。聞きに行くの、業界まあ、これもね、ぜひね、はい、参加していただきたい。はい、それでは皆さん、来週、はい、来週はね、はい、週これもね、はい、10月3日の日ですけどもね、マッスルマハン、真田10万石祭り、ね、これからやるじゃないですか。ね、14代当主も来ていただいて、はい、ね、10万石、また来るの？おー、だって来ないとさ、必ず10万石にならないじゃないですか。はい、それでね、実行委員、ね、行列部会のね、副実行委員、副責任者、はい、うん、島田さん来ていただいて、はい、どういう段取りで、ね、行列やるか。パーソナリティは西田さん、うん、西田さんやっていただくような形ですね。はい、はい、まあ、そんな形でやれればいいかなというふうに思います。それでこの日、うん、我々もそうだ、ね、やるんですよ。実行通勤をやるってね、やるんですよ、ね、私たちは、うん、やるっていう形でね、心からね、うん、まあ、こちらも町歩きセンターの前でやるよりも、そうそう、こちらのね、うん、あの前でね、はい、特設会場、ね、そう、
特設会場には特設舞台、特設スタジオ、ね、特設スタジオでねライブ放送しますんでね、はい、ぜひ皆さんもぜひおいでください。あ、ダメか、ダメなのかな、ダメだ、はい、わかりました、はい、はい、それではね、まあ、地域の皆さんね、こちらの街歩きの前で、いいですよ、12時から3時ぐらいまでライブ放送します。まあ、歩行者天国も、ね、やってますんで ね、ぜひ参加いただければいいかなと思います。ぜひ参加していただきたい、ね、はい、お話も伺いたいということですんで、はい、よろしくお願いします。こちらの宣伝しちゃったですね、はい、いいですね、はい、いいですね、はい、じゃあそんなことで来週は尺売り町、ね、はい、よろしくお願いいたします。それでは来週の尺売り町のどうぞお楽しみに、はい、楽しみに。それそれそれくり松代、また見たね。